さあこちら先日購入したマイティフロッグの Q ステア、その弟分がこのグラスホッパー。いかにもグラスホッパーという形に仕上がってますね。マイティフロッグと並べてみましたが、シャーシ部分はおそらく共通なんですが、マイティフロッグ A バンド、グラスホッパーが B バンドですね。つまりこの2台を一緒に走らせて遊ぶことができると。コントローラーの方もマイティフロッグと同じなんですが、色が違います。グラスホッパーに合わせた緑色。さあ続いてホーネット。これがホーネットです。ホーネットのコントローラーですが、こちらもホーネットのボディカラーに合わせて黒と黄色。ホーネットの方が C バンドですね。つまりこのバギー3兄弟を同時に走らせてレースができるというわけです。